山口さんの、うん、今まで、うん、痛い思い出って何かありますか？痛い思い出、精神的にというよりは、あの怪我とかそういうことって、 大きい怪我って今までしました？いや、そんなしてないかな。うーん、これ痛かったなとか、まあ、仕事中とかお仕事中とかでもいいんですけど、あの非常階段みたいなさ、うん、あの鉄の階段あるじゃないですか、わかります？うんうん、いわゆるあの、うん、カン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 、そう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 、はい、あの犯人が逃げる犯人が逃げるために使う、あららだーっつってね、そうそうそう、2人の刑事が追ってくやつですね、逃走経路として使う、はいはいはい、らせんなね、こうなっててね、そう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 、下まで行ったらはっってなって、はい、取り押さえられて、外から来た若い刑事がね、はい、そう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 、そこでコナンがサッカーボールを投げるわけですよ、蹴る大事なところで、そうだよね、はい、山時チャンネル、まあまあまあ、そういうあの鉄でできた非常階段みたいな階段を、はい、雨の日に、うん、急いで降りてて、うん、つるって滑って右足を畳んだ状態でダダ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 って落ちた時は右足がめっちゃ痛かったですね。右足、要は正座みたいな状態ってことですよね。そうそうそう、片方だけ、うん、うわ、左足はまっすぐ伸びてたんで、はい、だけど、うわー、よくぞご無事で、よくぞご無事で、うん、まあ、で骨折ったりとかしてもおかしくないレベルですね。まあでもどうなんだろうね、人によってはそういうの折っちゃったりするのか、折っちゃったりするでしょう。へー、山口さんって、うん、お腹の痛さ弱そうですよね。はい、弱いこれは弱い。山口さん本当にしょっちゅうあのお手洗い、うん、長めのお手洗いに ね、 行くよね、行かれますもんね、はい、カフェオレとか飲むじゃないですか。あ、はい、まあ牛乳成分入ってるじゃないですか、はい、あれでお腹がねギュルギュルってなっちゃうんですよ。敏感だね、うん、そうなんですね、うん、だからなんかお腹がギュルギュルギュルってなって、はい、あ、ちょっと前にカフェオレ飲んだとかがあるんだ。そんなすぐなるんだ。うん、だから牛乳とかもすぐなるんですよね。まあ、牛乳はもうものなんでしょうね。うん、うん、だから牛乳をよく飲んでた頃とか毎日欠かさず飲んでると、はい、牛乳は割と耐えられるようになるけど、もともとその牛乳を飲むっていう習慣がなくて、はい、じゃあ普段から冷蔵庫の中に牛乳が常にあるとかそういう人ではないんですね。ではない、うん、でもさ、お腹のあの痛みってさ、うん、辛いよ。まあそうね、これは確かに誰でも辛いか、うん、うん、お腹の痛みはねちょっと外傷とは違う、うん、また別物だよね。ただ反面、はい、あのねトイレにさえ行っちゃえばそれはもう克服できちゃうから、うん、まあね、はぁーってなるから何を笑ってんのよ、何を笑ってんのよ。ちょっとあまりにもトイレに入った時の表現をしすぎたなと思う。あ、自分のね、うん、そうなんだよそうなんだよ、トイレ大爆笑じゃないですか、はい、あ、自分がトイレに行ってすっきりした図をちょっとみんなに、もう、うん、まだすっきりしなくてもとりあえず座れたとか、うん、個室に入れたっていうだけで安心するじゃん。そう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 、不思議と用を足せてなくてもその安心感で痛みって引いたりしますよね。引くことはない。そうですか、引くことはない。あ、そう、ただあのもうどんなに痛くたって、うんうんうん、俺は大丈夫だっていう感覚になるそうね、うん、そうね、あれは素晴らしいよね、あの時の安心感。うん、そうね、ほっとするよね、うん、だからそれがプラスであるわけですよ。お腹痛いは、うん、その出てしまうかもしれない、うん、それを防がなきゃいけないっていう苦しみが、はい、うん、プラスアルファであるから、うん、だからやっぱ辛いは辛いよ、うん、他の痛みと比べると、はい、うん、そうね、本当立ってられないぐらいの痛い時ありますもんね、うん、うん、そうね、うん、あとトイレがちょっと先にあります、はい、って言ってもさ、もうお腹痛くて走れなくなるでしょ、だって、うん、走れないよ、ね、うん、
もう変な歩き方になるよ。ほほほほほっていう。なんならそのピークのこのこのピークのこの時はもう、うん、ちょっと待ってってなる。うん、なる、全く動けないよね。うん、あの時はもう自分の神経を全部ここに集合させて戦わないと食い止められない強敵がいるよね。うんうん、そうね。うん、私よく電車の中でなるんだけど、あれって何なんだろう。電車に乗ってると痛くなる。それはわからん。さらにやっぱり電車だからで、まだ降りる駅が先だったりすると不安がすごい。そういう時ってさ、降りる駅まで我慢する？なるべく我慢しちゃう。あ、俺もう無理だもん。うん、降りる。どんなに大事な時に、大事で遅刻しちゃいけない時でも次の駅で降りる、うん、まず降りる。あ、そう、うん、いや、とりあえずどこにトイレがあるかっていうのを分かってる駅だから、いつも降りる駅だったらね、うんうん、そこまでは我慢するね。あの降りてから探すとか、それが嫌だ。トイレを探すとか。うん、でもさ、俺さ、あのお腹の痛みの悪いところって、うん、あのそれこそ電車でいうところのね、はい、あのもう我慢できないから次の駅で降りようと思うじゃん、うん、で次の駅でそのドアが開くぐらいで、あれあと10分ぐらい我慢できそうっていうフェーズになるんだよね今度。なんだろうねあれ、なんなのあれ、ほんと腹立つよね、うん、でどうしよう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 、いやでもこのままだったら目的の駅まで行けんな、うん、行けんな、プシュー、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、いや降りればよかった、降りればよかった、あ、ちょっと待って、降りればよかった、あ、降りればよかったってなるじゃん。で、それで俺は大体2個目の駅で降りますね。なるほど。で、2個目はピシューってなって、あれあと5分行ける、いや、うん、俺もう騙されないと思って降りる。なるほどね。うん。1回あったからね、それが。うん。もう騙されない。そういうことね。うん、騙されない。高速乗ってる時のサービスエリアもそう。ああ、次のサービスエリアまで我慢できない、うん、我慢できない我慢できないと思うけど、なんかあと2キロとか出てきて、あれ、うん、その先に7キロ先にあるんだったらそっちでもいいんじゃないって思ってしまう。長距離トラックの運転手さんなんかもう常にそれの戦いじゃないですかね。うん、そんな気がしますよね。でもわかんないけど、そういう慣れてる人はもう、はい、ちょっとでも違和感を覚えたらすぐ寄るかもしれない。まあね、うん、時間にゆとりを持って行動してるでしょうしね、うん、お仕事中、うん、そうか、うん、いや、お腹の痛みは皆さんもくれぐれも気をつけて過ごしてください。早め早めの対応をね、そうね、するべきですね、うん、はい、ということで痛みの話でした。